マシュアビデオ。マルシェ入り口みたいな、行ってみようか。何しよっかな。お願いします。はい、どうぞ。はい、旅のにぎわい御膳と、カニ飯二段し、お願いします。はい、手袋が10円になります。どういたしましょう。お願いしていいですか。はい、うわすごい、はい、うわすごい、旅のにぎわい御膳と蟹飯2段と、はい、手袋10円で2310円でございます。ありがとうございます。ずっしりもう香ってるわ。楽しみ、食べましょう。イエーイ。まもなく3番線に渋谷新宿方面行きが
参ります。 見てこれ、ニシンそばってある。おー、あやちゃん来ましたね。シンプルなホテル。ここに何かコートかけれるね。ほんまやな、いいな。かなりシンプルなシャワーが、うん、2人で十分。マジで十分いいね。トイレもお風呂もここにあるし、まあほとんど寝に帰るようなもんやしな。そうやな、歯ブラシついてる。あ、すごい。フランスは歯ブラシがほとんどないんですよ、ホテルにね。だいぶ高級なホテルやとあるやと思うけど。せやんな、あんまりないよな。なあ、めっちゃなんかフルーツ。こうやな。あ、うん、あの顔だけとりあえず、うん、やって、そしたらその人が僕は気に入らないと思う。あ、たいきよさん、ようこそ、ようこそ。おったいやー、無事着いたね。よかったね。よかったー。いきよさん、いやもう合ってるけど。若干、若干泣きそうな。そんな大きかったっけ。この大きい大きい、大きい大きい。ようこそ、ようこそ。ちょっとこれ見て。やば。おぉめっちゃ食べれるやん。やばすぎる。すげえ。かぼちゃクリチってかわいい。ちょっと待って。クリームチーズ。でもすでにさ、この、これパンが、うまそう。すごいな。いやうわありがとうございます。もうちょっと感動してる。もう、マジでこれ俺もう満足したから、ちょっともう。じゃあ帰ろうかもね。待って、いっぱいあるから、まあ、いっぱいあります。そう、今日は2人に3キロ太って帰ってもらうから、はい、もうすでに2キロぐらい増えてんけどな、日本帰ってから。早め。顔まん丸やね、言われたもん、もう。すごい、なんか背景とあってすごい爽やかな。すごい。これはゆきおさんのオフショットです。あ、やだ。いえ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 、よろしくお願いします。お願いします。そしてここがよく見慣れた、あ、ちょっと待って、例のここがよく見慣れた例のすいません、ファンの皆さん、ちょっとちょっとファンの皆さん、これ触らせていただいた。嬉しいよね。すいません、本当にゆきおとワインの聖地。本当に私たちごめんなさい。ありがとう。ただの家だけどただの家です。いやー、これ感動するわ。いや、ありがとうございます。めっちゃ楽しみ。え、はじめ何飲んじゃうんすか。はじめはビアでしょ。うわ、何そのビール。すごい、宇宙、宇宙ビールって言って。すげえ。日本で作ってるビールなんだけど。うわ、まあすごい。宇宙ビール、宇宙ビール、宇宙ブリューイングっていう。へぇ、まあ、すごい人気なんだけど。へぇ、超有名ブリューイングなんだけど。なんで最近僕は宇宙兄弟読み終えたの知ってるんですか。分かっちゃう。分かっちゃう。そういうとこも分かっちゃう。黄色すごい。結構ね、そう、あんまろ過しないとか。白濁して。そう、そのトロッとした感じ。入れ方美しいな。さすが。乾杯。乾杯。ありがとう。ありがとう。来てくれてありがとう。ありがとう。おー、今日来れたね。めっちゃ楽しい。ね、来れたね。もうすでに。もう俺今マックスやもん今。楽しい、今マックス来ちゃった。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。いろいろあるから、いろいろあるから、来たばっかりなんで。おしゃれなお塩がかかっておりますよ。オシャンティーですね、うん、フレンチ、何、フレンチフライ、うん、アンデスレッドでございます。アンデスレッドのフレンチフライ、うん、まやばいやばい。お店、お店お店レベル、ね、いいな。え、これ、待って待って、あれすげえ今日。これな、そっち見えちゃった。これな、ちょっと待って、一個ずつにしとこうか。やばい、さっきな、気づいてんな。ココナッツチキンカレーの横のここに生ステって書いてあるから。めっちゃおもろい。カオルじゃないって。そうやね、ここにはあの、竜が映ってるし。竜じゃない、エビね。エビね。竜が、エビ、エビ見て、しかもさ、これアグレストのお皿使ってるっていう、なんかちょっと最高やな。フランスの香りが香ってる、香ってる。東京、あのフランスの香りがこう、東京とフランスの香りが、東京とフランスがミックスされてて、
美味しい、これやばい、やばくない？で俺今まで食べたポテトで一番美味しい、やろ、ほんまにめっちゃ美味しい、めっちゃうまい、ほんまに美味しい、あ、パンタ真ん中行っていいんですかね、これ行っちゃって行っちゃって、もう好きに行っちゃってください、ごめんなさいね、ゆきおファンの皆さんこれが本物ですよ、本物、うんま、美味しい、パリで食べるパンより美味しいかも、おーめっちゃうまい、やばいやろな、やば、何してんのこれ、ソーイングです、ソーイングソーイングしてる、ポケット穴開いてんな、ポケット穴開いてから見て言ってた、勝ったばっかよ、なんでうわー、あったかい、熱そう、おー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 、あ、違う違う違う、美味しそう、美味しそうに食べる、やばい、やばい、おい、うまいのよ、綺麗やな、美しい、飲みましょう、飲みましょう、飲んでこ、飲んでこ、出雲のお酒、島根の、すげー、大六の竹道ブルーっていう、うわ、美味しそう、すげー、全部自家製やって、なんだと、え、チーズも、チーズさっきありました、さっき開けてたやん、嘘ついた、モチャレラ開けてたやん、チーズはモチャレラチーズ開けてたやん、葉っぱも買ってきました、やばいやばいやばい、やばい、これはもうチーズごと、そのままうまっ、やばい、トマト、このトマトうまっ、えすんごっ、だってイタリアも行ってはったから、めっちゃ美味しいね、修行してきはったもん、修行した、イタリアで食べたいや、ピザは1回も食べてない、食べてなかった、食べてない、いいもん、忘れた、ピザ食べんの忘れた、今回のイタリア食べてない、うっせぇやん、めっちゃおもろいやん、イタリアでピザ食べてない、食べてなかった、はい、ゆきちゃんこれできそう、めっちゃ似合ってる、食べてやばいな、ちょっと待って、今からライブ配信これでやりますよ、ゲリラライブ配信、ゲリラすぎる、ゲリラすぎる、すごいいい柄やな、それほんでやばスイッチ入ったで、似合いすぎる、似合いすぎる、あの後ろのファーってやつやってもらって、奥様にちょっとここさあどうなることやら、ライブ見て、ライブね、いいよ、イエス、これいいか、あざす、どうぞ、あやちゃん、え、あやちゃん、何あったよ、原画ゆきおずワインの原画や、これ原画展や、原画展すげえ。短いこれ、これな、いや、やっぱレアやな、これを見れるのはやっぱ、そう、でも若干このゆきおさんがあれやね、昔の髪型やね今じゃなかった、うん、確かにそこがもうポイントやわな、昔の髪型、うわ、ありがとう、こちらこそありがとう、本当に楽しいひとときでした、ねえ、本当にね、スマイルが輝いてる楽しかった ね、またじゃあコラボしましょう、ぜひよろしくお願いします、うん、あとはオフ会と、そうだね、販売会、はい、引き続き東京よろしく、よろしくお願いします、じゃあ例のいただいていいですか、いいですか、うい、それではまた皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。バイ。バイ。バイ。俺でいいよ。しかもこの Vlog これで終わらんから。終わらない。そうね。まだある、まだある。ありがとう。ありがとうね。またね。待って、この会話だけバレない？マジで。ご利用
わあ、あやちゃんすごいね。お祭りのやつかな。やっぱり書いてるわ。ここに右の子がすごい立派やな、これ。うん。これは確かに高感が増しております。うわー、人力車があるやつ。これに乗っていくんやな。タモナンバンとかさ、なあ、なあ、上天ぷらそばとかめっちゃ食べた。うわ、雲なんかな。その左にほら見て、スカイツリーギュンっていったな。おお、遠くで見るとそんなに高く見えんけど、近いと高いんやろな。浅草一丁目市場の1号やって、いいところの住所やな。あ、交番がある。そしておー、雷門や。雷門なんや。もっと見えちゃかった。見えちゃかった。えが、いい感じ。普通かな。いいね。あ、すごいね。え、こんな近くで見れるんや。うわー、すげー、でっかい提灯やね。なんかまた文化が面白いな。江戸の文化というか。お祭りみたい。お祭りみたいやね。わー、何この通り、かわいい。わー、わーやね。どうした、あやちゃん。あやちゃんあった。そしてフリエールやって。お前、あやちゃんやって。フリエールはフランス語じゃない。あやちゃんスプーン、かわいい。さすがにマッシュちゃんはないやろな。ないよ。いい道やな。あいっそう。わー、大きくて、うん、甘い、うん、みたらし、うん、うまい。懐かしい味やね。懐かしいやろ。京都とはまた違う雰囲気でいいね。でも昔ながらみたいな、ちょっとあれっぽい。トラさん、トラさん、浅草に。トラさんもそうやけど、なんか最近あの炭治郎見てたからさ、なんか炭治郎の何や、鬼滅の世界観をちょっと感じるわ。そう、あ、そうか。鬼滅のあれはなんか江戸っぽい感じがする。なるほどね。京都っていうよりも。ごちそうさま。ごちそうさま。どうぞ。伝説の禅が鳩になってる。鳩かな。鳥ちゃん、かわいいな。なんかこういうのもぽいよね、浮世絵と。何買ったん。揚げまんじゅう。揚げまんじゅう。揚げ栗まんじゅうらしい。甘いの。甘いやつ、まんじゅうやから。なるほど、不思議。唐揚げみたいやけど甘い。不思議な味わいやな。わかる？入り口は唐揚げやな。やろう、入り口。
じゃあこっちにお寺が、お寺なんかな、浅草寺やかお寺かな、すげえ迫力がすごいな、わあかっこいい、赤がいい、左にな、ほら塔が見えねえ、何やろ、どっちの塔かな、今説明書きは出てると思うけど、わあ、おお、でかい、でかいね、こうやって見ると、これは仁王様、阿行。阿行、作業や。あれ、風神雷神ではないん？阿行様か。はぁ。阿行や。阿行、阿吽の呼吸だな。阿行。あ、そうや。阿吽の呼吸の運行さんと阿行さん。ちょっと、まやちゃんの筋肉独特がちょっとおもろなってきてもらうね。門の上にお花が、どこかな、意味があるんかな、いいね、これ山形県やって書いてあるの、協賛品みたいな、奉納品、わ、なんかチャイム鳴ってる、おみくじしちゃう、おみくじしよう、だってな、うちらやってないな、おみくじロッカー、おみくじの引き方、100円を入れます、銀色の筒を振ってください、番号が書かれた棒が出てきます、その番号の引き出しを開けて1枚おみくじを取って棒を忘れずに筒に戻します、引き出しも元通りにします、基地のおみくじは家に持ち帰りください、で今日のおみくじは結んでここに置いてください、なるほど、いくよ、いいよ、出た、あえ、76番ね、はい、じゃあマッシュも一緒に引いとくか、うん、来た、23番、一斉乗るで見よっか、よいしょ、よし、せーの、どうや、え、76基地、23基地や、オッケー、うん、基地でした、じゃマシは幸運ホニーが手起こる、んつまりむず、とりあえず難しい昔の日本語で書いてくれてると、空気は、空気は乗ってるのかな、あ、そうなん、あ、乗ってた乗ってた、願望が願う叶うけれども能力を考えましょう、病気が回復しにくいでしょう、病気になったらあかん、なくし物見つかりにくいでしょう、待ち伏せ現れないでしょう、いやいやもうおるけど、新築引っ越しいいでしょう、引っ越し狙う、結婚付き合いいいでしょう、旅行問題ないでしょう、はい、望みを当ててない、いい兆しが見えてきました、行く先々でいいことに出会うでしょう、あたかも得た、矢が、青空めがけていくようにしましょう、そうすればどんな望みも問題なく叶うでしょう、だが目先の成功につられて思い上がると、はい、目標を見失うことになるでしょう、はい、全体を見通した判断と行動が大切でしょう、で過信は疾風を招くので高望みを、何これ、慎み誠実であることが大切です、過信しません、はい、英語でもこっちで説明を書いてみます、はい、あやちゃんは、はい、願望叶うでしょう、お、シンプル、病気治るでしょう、シンプル、あ、なくしも出てくるでしょう、マジメタ現れるでしょう、いいでしょう、いいでしょう、全ていいでしょう、どういうこと、幸せ、すごいやん、財産が得られ、うん、地位の高くなることは天より授けられた贈り物である、すごい、心を尽くして苦しんだとしても神仏の縁、助けがなければ、神仏の縁がなければ、縁、助けないのこれ、授けがなければ叶えられないでしょう、行く先の良し悪しはこれまでしてきた行動の良し悪しとなるでしょう、長い間正しい道をたどり善を尽くせば地位も高くなり
台本も得られるでしょう。ということで2人とも吉でした。まあ、いい雰囲気やったね。ねえ、なんか久々の道で楽しい。楽しいな。なんかここにちょっと 解説がなんか載ってる。面白い、うん、あでも大吉とかもあるからほんまのキチキチやってね。普通やったんや、まあ、日常って感じやな。良きです、お守りもいっぱいあるんやな、ちゃんとあれやな、安産とかいい縁とか開運とかもある。縁結びもあるで、ね、あこれや、雷門合格お守り。あこれは受かりそうやな。うん、字がかっこいいな、ね、雷門って。でも俺個人的にはこの健康を守る、このお守りがいいな。あ健康ね、いいね、健康お守り。でもよく見て全部閉まってんね。あやったみんなやってて可愛い、ね、いい香りや な健康の。あなんか久しぶりやな。ここで煙を浴びて最後はここにお賽銭をやって終わりなんちゃう？かわいくない？白鷺の舞。そう、めっちゃめでたいなと思ってこれ。金龍の舞。なんかいっぱい持ってるね、あやちゃん。せんべい。せんべいゲット。せんべいと、うん、こっちは人形焼き。人形焼きおせんべい。せんべい。マッシュは雷おこしを買いました。ええやな、お母ちゃん好きやから。もう閉まってきた、5時過ぎに。ね、早いね。あっという間や。家族お土産です。イエス、すごいね、お土産もいっぱいあってね。なんか風情ある通りやわ。この飯やね。わあ、もつ焼きもあるで。そば。うわあ。おぼんこぼんさんおるで。なあ。ナイツも U字工事ねずっち。U字工事もある？うん。たまかん。あれやもんな。ほら雷もおるわ。あの。ほらたけしさんも映ってる。わあ。フランス出身の人ってこんなにおるんやね。金ちゃんもそうなんや。すごい、トラさんも。